はい、再開。そろそろ街の外に出て行ってもいいですよね。ああ、その前に鬼を私に行ってみましょうか。ここの2階でしたよね。捕まえたようですね。放り投げておいてください。これがいっぱいになるんですかね、このフロアに。それはそれで楽しみですね。さて、じゃあ武器とかアイテムを揃えて井戸の下にでも行きましょうかね。まあ薬草を4つぐらい買っておきましょうか。じゃあ今日は2個。え、セットに1個。セットに込むとかな。武器は、まあ、ヒロシには、剣を渡すらしい。はって。ここら辺も装備したいなぁ。これをヒロシン。よし。次は、マサ。マサは修道僧なんで、素手の時に会心の一撃が出やすいんですよね。じゃあマスター、これ外しましょうか。撃っちゃいましょう。2ゴールド安いな。これ、まさに。あ、もう55ゴールドしかない。あ、無双化の今日は何でも装備できる。とりあえず、追撃かな。呪術師は、やっぱり強いがいいかな。よし、こんな感じで。
セーブしよう。よし、行くぞ。敵出んのかな？うん。一番後ろのやつなかなか強者じゃねえか。な？ああ。これ仲間を売れるとかのやつですか？仲間を売るのはないかな。ダンジョンかと思ったら人身売買屋でしたね。んじゃあこっち行ってみようかな。ほら港か。神秘の飛躍。MP。MP は、呪術師かな。何の話をしてるんだ？町の王を倒しに行って失敗した人たちなのかな。帰りの船。何それ。これバッドエンドみたいなことかな。じゃあ、とりあえずはい、やってみましょう。そうか、じゃあさよなら。封印された壺から放たれた鬼たち。冒険者一行は解き放たれた鬼をすべて捕まえることができなかった。そして鬼による壺の復讐が始まった。大小形大切を問わず破壊されていく壺。数ヶ月後、世界中の壺を破壊し両敵がいなくなった鬼たちは怒りを沈め空の彼方へと消えていくのであった。冒険者一行にとって世界はあまりにも残酷だった。持っていた夢は破られ、希望を消され、勇気もくじかれ、闘志が破壊された。目の前には青く澄んだ海が広がる。風が頬を撫で、死ぬ目が鼻をつけ、意識を低いと思っている。世紀末ですね。終わった。終わっちゃった。